はい、ピースケでサックスやっていきますということで、今日からですね、ヒーローからの挑戦状会開催中でございます。はい、なんかピンク入っとるぞ。え、一人ピンクって一人で出してきた。うわ、大神くんいないじゃん。大神くんいません。なんか四股章ですね、四股の遊撃手で、あ、一応 PSR 選べる感じかな。あの闘争学園めっちゃ強いのでいいと思うけど、マジか。一人大神くんは ガチャ内容が全然違い感じですね。やらかしてますね。で、まあランイベなってるのでって感じかな。はい、まあパワーサッカー勢持ってればここは出やすいのかなって感じだと思うんですけど、あ、 PSR、 あ、補助券か。あ、でレッドもらえますね。パワーポケ12っていう顔がある。レッド SR のみ1枚ある感じですね。なのでまあ結構上位までいかないと何50にはできないという感じかな。うん、まあ、100位入ってもまあ50なれるか分かんないって感じかな。うん、なるほどなるほど。はい、まあ、とりあえずまあまあ様子見ながら、めちゃくちゃ必須キャラとかではないので様子見ながら、引いていければなって感じです。はい、ピンクは引いた方がいいかな。あ、金徳書いてないんだけど、バナーの画面いつもあるけどないんだね今回。はい、うん、思考の遊撃手、あれ1個、あれ、え、弱体か、え、弱体か。あ、違うよね。あ、そうだよ、アンダ製造機、思考の遊撃手でね、2個だよね。びっくりした。あれ、ブラックシアンが一緒に入ってるんだ。はあ、はあ、あー、で、あと常設了解です。まあ、ちょっとまあ引くとは思います。選択権さすがにいるよね。選択権がこのメンバーだと思うので、はい、そうですね、ピンク一択かな。うん、ということで、大神は大神はっていう感じ丸出しなんですけど、はい、まあまあ頑張っていきましょう。じゃあ皆さん、ピースの日常お過ごしください。バイバイ。